斉藤新監督に何かちょっとお伺いしたいんですけども、改めてですね、今回新監督にご就任という形になりましたけども、監督にあたって、務めにあたって抱負などありましたでしょうか。そうですね、今キャプテンのお伝えが言われたようにチームは若返るということなので、いろんなことにチャレンジをどんどんさせて、その失敗を恐れないというか、その中でこのチームを作り上げていけたらなと思っています。で、昨シーズンなかなかこう、チームとしても良くないことも結構あった中で、対談する選手も出てきている中で、どういうふうにこう監督としても立て直していきたいのかというところですか。まずはやっぱり皆さんもご存知のようにいろいろあったという今コメントいただきましたけど、その中でここに残ってくれた選手自身もやっぱりいろいろなところで深い思いを見ているところもあると思います。それなのでまずやっぱりこのメンバー残ってくれたメンバーをまず信じてしっかりとその自分が、そういうものをしっかりと作った、そういう新しいチームにしっかりやっていきたいと思います。特にこういうチームにしたいのと、斉藤監督自身のなんかこういうカラーを打ち出したいのと、そういうところはどうですか。そうですね、自分の中ではこういうチームにしたい、こうしてくれっていうチームを作るんではなくて、今ここにいるキャプテン、アシスタントともにどういうチームを作り上げていくか、みんなで作り上げていく。今までやっぱり監督というものはやっぱり自分の指示でいろいろ動いてきたチームをたくさん見てきて経験もしてきたんです。新しいチームとして本当にメンバーを信じて全員で作り上げていくチームにしたいと思います。最後に今シーズンの目標というところを聞かせていただいてよろしいですか。そうですね、もちろん目標というのはやっぱり勝つこと、優勝することなんですけども、まずそれよりもやっぱり今言ったように繰り返すんですけど、全員がしっかりとやりきれた1年と思ってもらえるようなチーム、そして見ていただいている方にも、本当に見ていて楽しいチームだね、いいチームだねと思っているような1年行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。北海道新聞の方でお世話になっております。斉藤監督にいらっしゃるんですけれども、監督ご自身もご出身釧路市出身で、現役最後もこの新生のクレーニングで終えられて、そこからコーチになられて、で今回は新しい監督になられてということで、地元のトップチームとしてずっとクレーニングがあった中で、そのチームの監督になられたということの自分なりの思いというか、あとその釧路にとってのやっぱりクレインズどういう存在かとお考えかというところを教えていただきたいと思います。そうですね、やっぱり正直本当にこの釧路で生まれて、この釧路のチームで監督がやれるというのはとても光栄ですし、そういう場に働いてくださった周りの方々皆さんにも感謝しています。それとあとやっぱりそうですね、それだけでちょっとポイントは、はい、
大津キャプテンに伺いたいんですけれども、はい、まあ、長く日本選手時代からチーム引っ張ってこられて、それこそアシスタントキャプテンも昨シーズンまで務められて、でさっきおっしゃった中で、これまでのいろんなキャプテンの先輩方からいろんなものを吸収してきたというところがあって、まあ、そういった中で自分なりに、まあ、自分のこうキャラというか性格とか、まあ、プレースタイルとか生かしながらどういうキャプテンを目指すのかというところと、あとその、まあ、ゆうせいさんもいますけれども、改めて副キャプテンの3人に対する、まあ、印象というか、どういう、こうキャプテン、副キャプテン体制を目指すかというところを改めて伺っています。そうですね、まあ、プレースタイルもそうですし、自分の性格もそうなんですけど、こう多分どんどん前に出て発言したり、こう行動するタイプでだと思っているので、まあ、そこで何かこう間違った方向に行くような時に冷静にこう周りを見渡せるアシスタントキャプテン3人もいますし、まあ、また自分もこうアシスタントキャプテンをしていて、まあ、一輝さんでしたり、まあ、ひろきさんでしたり、柳田慎也さん、佐藤博さんもたくさんのキャプテンを見てきて、でその方たちのこのリーダー像というかキャプテンし、そういったところをこう真似るじゃないですか、いいところを吸収しながら、みんなで、まあ、監督も、たけしさんも言ったんですけど、みんなで作り上げていけたらなと思いますし、その監督のみんなで作り上げていきたいっていうのも、信頼感、そこにある信頼感で、チームを作り上げていくのが自分はすごく好きで、まあ、というのは、一人一人にもっともっと責任だったり、自覚が必要、はい、そこが大切になってくると思うので、自分たちだけじゃなくて、まあ、一人一人全員がリーダーシップを持って、一人一人がチームのことを最善に考えられるチームっていうのを、チームだったり、そういう選手層というのを持ってもらえれば、どんな時でも、どんなに苦しい場面でも、全員で乗り越えられるんじゃないかなというふうに思うので、そういったチームにしていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。簡単でいいんですけれども、はい、こう新キャプテン就任のこう経緯というか、はい、どういったやり取りでこう決まったのかって簡単に言うと。経緯ですか、はい、まあ、そんなにその経緯というものは、自分の中でそのキャプテンというものは、なりたくて手を挙げて立候補しられるものなので、その監督、コーチ、もちろんチームからもそうですし、監督、コーチ、しっかり選手、いろんなところからこの選手がなるんじゃないのかというので、過去のキャプテンたちの方々はなってきていると思うので、自分もまあその一員に少しだけでもなれたんじゃないのかなとは思います。この場に今いるということなので、その経緯というよりその何かがあったからキャプテンというよりかは一つ一つの積み重ねだと思います。こう、まあ、打診されたっていうような理解。そうですね、そういうことですね。フロントの方からはい、やってくださいやってくれるかというお話をいただいて、ぜひお答えしました。それは監督からの、監督の方からも理解できないですか。自分が監督をフロントの方から脱出されたときには、もうキャプテンのスポーツで行くというのはすぐ伝えました。はい、すみません、NHK 島中です。ちょっと今の質問関連してたんですけど、逆に斉藤監督自身がこう監督への打診というか、そういったところの経緯って、まあ、話せる範囲で構わないんですけども、どういうふうなこう経緯があったというか。それは私からご説明させていただきます。あ、はい。はい、昨年、アルディス・ギレソンス監督で、指揮を取っていただいたんですが、皆さんもご存知の通り、会社の経営の方がかなり苦しいということで、まず会社を立て直すという一環の中で、まあ、外国人をまずは廃止しようという、まあ、私と、代表取締役である田中と
監督自身、まあ、そういう打診を受けて、まあ、即決っていうような感じだったんでしょうか、それとも何かこう悩みになったんでしょうか。もちろん即決ではないんですけども、まあ、今ここに残っている選手がたくさんいるっていう中で、やっぱり一緒に共に過ごしてきて、まあ、その中でやらせてもらえるようにこれだと思い、やっぱそこで決めました。 どんぐらいこう考えてきたか。1週間ぐらいの答えを出したとか、なんか分かんないですけど、翌日には答えました。いや、もうやっぱり、まあ、そこはやっぱり、もちろんその嬉しい気持ちはやっぱり、ファンとして、こう、まあ、一つが言ったように、誰でもなれる場所じゃない中で、打診があるってことだし、やっぱりすべていろんなことを考える、そういう時間はあったと思います。ありました。ありがとうございます。ちなみにちょっと、ちょっと先ほどちょっと僕、ボードがちょっとあんまりちょっと小さくて見えなくて、あの、選手数自体はこう何人っていう形に、今現在では、14名とかなんですが、残りの、人数に関しましては今4名から5名の選手は、交渉しております。で、そちらは順を追って、発表の方もリリースさせていただこうというふうに思っておりますので、まあ、現在、決まっている選手というところでは今のこの14名という形になっています。最終的にはじゃあ、20名、そうですね、19名、20名を今考えております。なるほど。いつ頃までにこう固めたいっていうところはあったりするんでしょうか。もうあのほぼほぼ、もう内定に近い形では話は進めてますので、まあ、あとはの契約の部分も、まあ、やり取りも問題であったりとかですので、まあ、タイミングで、結んでいくというような形の状況になっております。今そのボードに書かれているのは、昨シーズンから引き続きこうクレーンズの、そうですね、新たに加入とかは入ってないっていう、はい、そうですね、新加入につきましては、先ほど申し上げたように弊社の方のリリースの方で、また取ってご連絡をさせていただきたいというか、案内を出させていただくというような形を取らせていただこうと思っております。ちょっと、まあ、お伺いしたいのは、22人、まあ、選手がいて、まあ、今14人っていう形で、8人ですか、まあ、外国選手含めていると思うんですけども、まあ、チームを離れてしまったっていうところ、そこについてはどのように感じていらっしゃいますか。そうですね、まあ、先ほども大津監督の方からも話にもありましたが、まあ、本当にこのプレインズでやりたいっていう選手が残ってくれたのかなというふうに思っております。その中で、まあ、昨年から、まあ、報道等にもありました通り、2年連続、支配であったりとか、まあ、赤字っていうところを、まあ、チームとして会社としても出してしまったっていうことに関しては、まあ、まだまだ改善していかなければいけない中、まあ、選手がこういった思いでも、こういった会社の状況でも残ってくれたっていうことにはすごく感謝したいという気持ちと、またこうやって残ってくれるっていうふうに決意を決めてくれた選手にもやっぱり大事にして、チームとして、やってくれたらなというふうに考えております。ありがとうございます。副キャプテン今日いらっしゃってるお二人にも一言ずついただきたいんですが、まずは山崎選手は高校卒業されてからずっと日本製紙からずっとクレインズでやられていて、でこの年で副キャプテンということで、また体制とかも変わりますけれども、改めて地元出身で選手の一人として副キャプテンとしてどういう副キャプテンを目指していかれるか教えていただきたいです。そうですね、まず自分の役割としてはキャプテンのサポートもそうですし、個人的にはプレーもそうですけど、自覚を持ってやらなきゃいけない年齢だと思っているので、それと同時に、まあ、クレインズというチームを、後ろにずっと残していきたいと、まあ、選手だけじゃなくてみんな思っていると思うので、まあ、そういうところを思いながら頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。続けて斉藤キャプテンもお願いしたいんですけれども、まあ、ルーキーで入られてから今年で3年目になると思いますけれども、まだチーム全体の中でもかなり若い方の中で副キャプテンという、まあ、ある種責任のあるところに就かれますが、そのあたりは